ハープは西洋音楽で用いられる、弦なる楽器。コンサートハープダブルアクションペダルハープハープの7本の、ペダル現代のコンサートハープの基本的な構成要素と、用語ケルティックハープを弾く女性ハープと演奏者を表した、サーサーンアサ、ペルシア時代のモザイク、インド、ビシャプール発掘、ルーブル美術館、弦なる楽器の5分類のうち、ハープ族に属する、 楽器用法としては、弦楽器に属し、弓を使わずにもっぱら弾いて音を出すため、発弦楽器に分類される。オーケストラにおいては、弦楽器の主体となるバイオリン族の楽器と音色も、双方も大きく異なるため、弦楽器群の楽器の一つとしてではなく、挿入楽器として扱われる。日本語では、縦ごとと呼ばれる楽器群に含まれる。道の両端に2本の竿を立て、 二本の先を結ぶ。竿の内の曲線状になった方と共鳴道との間に平行に弦を並べて貼る。弦の数は数十本に及ぶ。この弦を指で弾いて演奏する。最も古い楽器の一つで、動詞の楽器は世界各地に分布している。アイリッシュハープ、アルパがその例である。ワーグナー作曲、楽劇、ニュルンベルクのマイスタージンガーにおいて、 レックメッサーハープが使われる。これは小型のハープであり、小楽器に近い。また、ハープは弾くと指の皮がめくれるという特徴がある。なお、英語圏ではハープと直接関係のない様々な楽器にハープの名を付けることがある。オートハープ、ジューズハープ、ブルースハープなど、ハープの起源はカルードの弓ではないかと考えられている。 最も古いハープの記録は、紀元前4000年のエジプトと、紀元前3000年のメソポタミアのものではないかと、言われている。シュメール王朝時代の遺跡からはほぼハープの原型と思われる楽器が発見されており、壁画の記録からも双方も、ハープと同じものと見られる。古代の女ジ史やジエジプトの壁画に現れ、世界中の多くの音楽文化で発展し、独自の展開を遂げた。 聖書にもハープは登場し、ダビデ王が最も著名なミュージシャンであるが、実際にはそのハープはキナーと呼ばれる10弦の一種のリラであった。レバーハープレーベルハープは演奏中にキーチェンジを可能にするもので17世紀の後半に生まれた。これが発展し、近代的なコンサートハープが生まれた。現代の西洋音楽の独奏やオーケストラ、室内楽、 水奏楽などで広く用いられているコンサートハープはダブルアクションペダルハープである。これは主に47本の弦を変波長々全音階で張り、針7本のペダルを足で操作することにより、各オクターブのハ、ニ、ホ、ヘ、と、イ、ロそれぞれの弦を同時に半音上げたり、全音上げたりできるようになっているハープである。全音階ハープを天調などに対応できるように、 するため、楽器職人、セバスチャン・エラール等により作られた。この仕組みにより、様々な蝶を演奏することができるが、どんなに熟練してもペダルの操作を、全くの瞬時に行うことは、不可能であるため、オーケストラなどでは二人で演奏することによって、ペダル操作の不完全さを補うことがある。また、ダブルアクション・ペダル・ハープに代わる楽器として、半音ごとに弦が張られた、 クロマティック、ハープというものも19世紀に作られたが、結局は、廃れてしまった。音域は6オクターブ半を持ち、最高音は中央波の3オクターブ半上の辺と、最低音は中央波の3オクターブ下の辺波である。一番高音から0オクターブ、1オクターブ、7オクターブと数える。弦には識別のために色が付けられており、 各オクターブの刃の音が赤、絵の音が青となっている。最低音の2弦はペダルアクション機構を持っていない。演奏の途中にフラット、ナチュラル、シャープの調律を切り替えることはできず、いずれかの調律に固定しておく必要がある。最高音は楽器によってペダルアクションが有効のものと無効のものがある。ハープ競奏曲の項目も参照。他50音順に並んでいる。 クラシック音楽の演奏会一覧ハープ奏者も参照、他、ありがとうございます。